どううも、PDR さんのこへようこそまたやっちまったよ今回はメルカリでアメコミ謎ボックスを買ってしまいましたアメコミリーフメジャーマイナーまでまとめて100冊セット777円はい今回はメルカリでアメコミを100冊買ってしまいました <laughs> 怒られる <laughs> でも今回は前回と違って届くのに 一ヶ月はかからなかったですね。落札した翌日に届いたんでサービスはグーですね。あと送り主の名前がバフィーサマーズだったっていうのがちょっと面白かったですね。そして今回は60年代もの入ってるかもよ的なこと言ってないんでまあしょぼくても文句は言えないですね。とりあえず前回よりよかったら よしとしましとまょう <laughs> 開けるまでが楽しみですね。開けた後はもうがっかりしか待ってないんで。お金また無駄にしたな。おっ、出だしいいですね。チャイルドプレイの広告が入ってますね。これちょっと見たいんですよね。はい、おおこ,こんなふうに入ってますね。じゃあ一冊ずつ見ていきましょう。 どう, <laughs> どうなることやら。一冊目。スポーン !76、まあ。もう出だしから前より良かったんじゃないスポーンって割と後半の方ちょっと価値があるんですよね。最初は、まあ、スポーン映画とかもやるし、なんかちょっと前まではなんか全部1ドルとかすごい安かったんですけど、またスポーンが人気が再浮上してるし、あともうすぐで確か300。 超えるんですよで300超えると最も長く続いたインディーコミックになるはずですねそれまではセラバスがその記録を持ってましたね300つ、right、あやばいディヴァイン・ワイ値段値段があってあるんですけど100円 <laughs> <laughs> まあ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 プロテクター s, <ors> <S これも100円の値だが全部100円コミックか なんだこれブームコミックスのフェイリークエスト知らないですねこれ最近のやつかな2013年そんなに最近でもないあまたスポーンが入ってるスポーンはまあ嬉しいっちゃ嬉しいですねそんな昔集めてたんですけど今別に集めてるわけじゃないですけどちょっと300いきそうなんでその296ぐらいから最近は買ってますね ベルバインダーズ。ジョー・マーベルですね。Curse of the Spawn。これ、スポーンのスピンオフですね。見えますかね。また、Curse of the Spawn。100円の値札がめっちゃ貼ってあるんですけど。あっ、さっき言ったセラバスが入ってますね。これが、スポーンがもうすぐ超えるんですけど、今まで最も長く続いたインディーコミックですね。300まで行きましたね。一応、分厚い単行本みたいなのあるんですけど、今それ集めてます。

J. Scott Campbell っていう人のすごいセクシーなかわいい絵で人気が出たんですけど後半からちょっとストーリーが微妙になってだれたんですけど最後らへんだっけこれ Empowered Adam Warren がストーリーを描いたんですけど最後らへんめっちゃ面白いですねこの Empowered もなんかすごい面白いですちょっとア,アニメチックな絵で軽くエロ漫画要素もあるんですけどストーリーがすごいしっかりしてて 素晴らしい漫画だと思います。なんかもっといろんな人に読まれるべき漫画だと思います。Empowered ただ、電車で読むのはちょっと気まずいかもしれませんね。<laughs> あの、こちらの Empowered はこの彼女が主人公なんですけど彼女はこのスーツからパワーをもらうんですけど <laughs> スーツすぐ破れるんですよ。だからちょっとアンパンマンみたいな感じですぐ破れてすぐ捕まっちゃうんですよ。だからダメダメヒーローみたいな。でも GEN 13これ あクーリー、このこの辺面白いかな、うん。ちょっと微妙かな。多分、イメージコミックスが大量に入ってるみたいですね。まあ、大体なんか、大量で売るときはそうですね。ストームウォッチ。ワン。ストームウォッチこれいっ、いソースブック。ウェットワークスうわ、めっちゃイメージじゃん。ウェットワークス。A touch of silver、うん。なんか、聞いたことないですけど、 確実に大量に生産されたイメージ。おエクスタティックスこれ持ってますけど、これ中、持ってるかなこれ。多分…え中のページが2ページ破れてます。ひど。<laughs> これ結構面白いですね。XForce のチームがもう丸ごと変わって、ストーリーも全部変わったから、このエクスタティックスのソロシリーズに切り、ソロシリーズっていうかチームシリーズに切り替わったんですけど、めっちゃ面白いです。 で、あ,あ、一応 DC かこれ Body Doubles、なんかすごいセクシーな女性が二人いますねあ、でもこれ、Dan Abnett と Andy Lanning がストーリー考えてんじゃん彼らが Dan Abnett と Andy Lanning っていうストーリーを書くチームなんですけど Guardians of the Galaxy を現在みなさんが知ってる映画の Guardians of the Galaxy をこう考えたっていうかそのチームを作り上げた二人ですね Chaos Comics Vandala うわ、出たよ、ゴジラ。<laughs> ゴジラ。あ、でもこれもっと古いやつだ。ダークホースの。<laughs> またこれ。ゴジラかいな。前のやつよりカチャンのかなわかんない。知らん。出ましたよ、また、Curse of the Spawn。Curse of the Spawn。なんだこれ。Age of Bronze Sacrifice。また、イメージコミックス。マーベル少な。お a v e n g e l i n e Armageddon。これ、前話したロブライフェルドさんのアメコミ会社ですね。一応、 あのイメージコミックスっていうのはマーベルですごい人気が出たアーティストが集結して作り上げたアメコミ会社なんですよ。みんなあのスパイダーマンとかエクスフォースとか何百万枚も売れたんですよ。でも彼らはあのや雇われてるんで大してお金入ってこなかったからその全部版権とかそのなんていうんですかね著作権は自分が持って てるものが作りたいからイメージコミックスを作り上げて一応イメージコミックスからいろんないいもの出てますね。チューとか、まあ、さっきスポン、スポン、まあ、まあまあなんですけど、ウォーキングデッドとか、すごいいいものがいっぱい出てるインディーコミックスですね。はい、で、そのロブライフェルドさんがいっときイメージから <laughs> 追い出されて、自分の会社を作り上げたんですけど、失敗しましたね。ジョン・ブーンのネクストメン、これ結構面白いですね。確かネクストメンにヘルボーイの 初登場か、ネクス t ンのどれかのコミックでしたね。お i d w l o c k and Key! これは面白いですね。Lock and Key。いろんななんてい説明するんいいですかねなんか家族が家に引っ越したらいろんなところに鍵と鍵の穴があるっていう、まあ、Lock and Key。で、これ、ジョウ・ヘルはスティーブン・キングの息子なんですよ。彼もすごい良い,いストーリー書きますね。お父さんと一緒で。ああ,あ,あ読みたかったやつだ。フェア・エージェントこれは Recommender と トウニー・モーが絵描いてるんですどトウニー・モーは、ウォーキングデッドの最初の6冊描き、6冊、まあ一応一緒に作り上げたんですけど、最初の6冊だけ描いて、そこからアーティストが変わったような気がするんですけど、彼の絵すごいいいんですよ。この、ウェクコメンドとトウニー・モーが、エージェント・ベノムのアメコミを描いたんですけど、それ、あの、確か前誰かベノムのおす,すめのアメコミを教えてくださいって聞いたんですけど、エージェント・ベノムを読むことをおすすめします。 <laughs> ちょっっと待ってバラック・ド・バーバリアンこれ見てくださいコーナン・ド・バーバリアン風にバラック・オバマさんオバマさんが書かれてるア見込みです<笑><笑><笑>バカじゃはい数日後の PDR さんです実はあの後の映像を間違えて消してしまいましたでまあネタバレをしますといいものは ほとんんど出ませんでしたた当り前かで何が大量に出たかというと、まあ、前回と同様あの大量に生産されたイメージコミックスがいっぱい入ってましたねで特にウィッチブレイドがめっちゃ入ってましたこれ全部ウィッチブレイドウィッチブレイドあこれ違うかジェンタルチン。ウィッチブレイドウィッチブレイドウィッチブレイドウィッチ,ィッチ,ィッチあとウィッチブレイドのスピンオフのザダークネス皆さんもしかしたらゲームで知ってるかもしれませんねゲーム確か ちょっとヒットしたんじゃないですかねマーベルと DC 前回同様、まあ、これ別の人から買ったんですけど100冊中23冊ぐらいでしたね。で一番価値があったのはザ・マックスがまた出たんですけどザ・マックスは好きなんでちょっと嬉しいんですけどこのザ・マックス31はザ・マックスが最初に出た時はまだアメ込み人気絶頂の時だったと思うんですよ。でもこれが終わった頃には アメコミのバブルが弾けて買う人がすごい減ったんで発行部数がかなり少ないんです。これ一番最後のやつだったら結構価値あるんですけど、まあ32か33ぐらいまで行くんですけど、この31はまあ10ドルから20ドルぐらいで取引されてるみたいですね。ちなみにその多分これが出た時期だと思うんですけど、あのアメコミバブルが弾けた時にマーベル実は倒産しかけたんですよ。で、倒産を防ぐためにあの その時最も人気のあったアメコミキャラの映画の版権を売ったんですよだからソニーがスパイダーマンを所有しててフォックスがもうまあディズニー買収されましたけど、X Men、を所有してたんですよメ知識前回のアメコミボックスの人はメルカリでも出品してたんですけどそれなくなったんですけど今回買った人まだメルカリで結構100冊セット 何個,何個かこう、出品してるんですけど別にあの、その前の人と違って60年代もの入ってるかもよとかって書いてないんで別にまあ詐欺じゃないですけどう<ー>ん <laughs> 動画しょっぱなでしょぼいものが出ても文句言えないって言ってましたけどいやーひどい <laughs> 結構ひどいですね。あの、マーベルとか DC を期待したら すすすごいいがっかりすると思います全く入ってないんでもう分かってて作ってるんですよ大量に生産されたイメージとかバリアントとかを入れてあのマーベル DC は23冊程度なんでまあおすすめはしませんねということで8000円近くを無駄にしたという動画でした